大前さん、はいはい、あのですね、うん、まあ、以前ですね、はいはい、このドライビングバージョン、うん、まあ一番最初多分そもそもね、うん、千数百再生ぐらいはあったと思うんですよ、ドライビングバージョン、ね、ドライビングバージョンですよ、はい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 、でまあそれがなんかだん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 減ってきて人気ないなみたいな話してでもなんか終わってみたら700再生800再生ありますねみたいな話したじゃないですか、はいはいはい、いやこれいつかあのでもねだんだん減っていってねあの、うん、もうこれが上がる頃には350再生になってますよははみたいな話もしたじゃないですか、はい、いや大林さん昨日ですね、うん、そう350再生どころかですね、うん、200何十再生でしたね、そうなのよ、まああのね上げたのはもう超夜中、はい、もう2時3時やったんで、うん、っていうのもあるのかもしれませんが、まあまあまあ平日の夜中に見れるんですよね、ただまだただね、はい、あの一つ言えることは、うん、ドライビングバージョン存亡の危機ですね、いや250はちょっとかなり存亡の危機ですよ、そうでしょ、はい、もうここまで来たかと、今までじゃあ見ていた人が確実に離れていってる、はい、ということだ、いうことや、今までずっと固定で見てくださっていた700、はいはいはい、800のはずが、そうあのまあもうええんちゃうんってなった方の数の方が多いですね、もうええやろといつもうだうだ喋ってるだけやし、うん、聞いてもしゃあないというところでの、うん、今残った結果がこの300未満っていう数字じゃないですかそういうことですよね、そうなんよ、はい、だから我々が、まあ、普段ね、はい、まあ、この帰りの車の中で喋、うん、ってる、はい、ことにもうさほど興味はないと、あ、はい、ということなんで、そっか、はい、だからこれはもう普通にテレビとかラジオの番組であれば、はい、間違いなく打ち切りものや、はい、ワンクール打ち切りでしょうね、それはね、ワンクール、ちょうどワンクールぐらいちゃうこれ、そっか3ヶ月ぐらいか、ね、だからほんまに打ち切り、これ企画したやつ誰やねんぐらいの話ですよ、という企画したのは誰やねん、そんなにあのテレビの世界やったらそういうことです、ね、もうひょっとしたらもうその担当ディレクターやプロデューサーは、うん、左遷されるかもしれないぐらいのレベルかもしれない、はい、そんな感じですね我々はこういう、ね、YouTube の世界なんで、はいはい、まあ、左遷されることもないし、うん、まあ、もう極論で言えば別に再生回数を気にすることもないんですが、うん、ただまあね、うん、あの過去あった数字が今取れないっていうのはやっぱりな、寂しいもん、ちょっと考えなあかんものありますね、うん、そのなんていうかな、視聴、いや視聴回数を取るために何かをするっていうのは、うん、このドライビングバージョンにおいて違うと思うんです、はいはい、ただこの固定で聞いてくださってて、うん、まあ、一部の方のコメントを本心と捉えるならば、うん、喜んでくださってる方もいらっしゃるというコメントがありますので、はい、その喜んでくださってる方を、うん、はせめて離れないように作っていかなければいけないのかなという気はしますね、そうやな、ね、まあ、別にそうそう、あの視聴回数を増やすためのね、そうそう、あの方策は別に取るような、まあ、そういう趣旨のものでもありませんから、うん、取る気はないですね、ただまあ僕少数の審判の方々の、はい、足を引き止めるというね、そうです、そうです、ここから出ていこうというその気持ちを、まあ、起こさせないような、うん、内容のしゃべりができたらいいんですが、はい、残念ながら、うん、その減少傾向に歯止めがかからないと、何が違うんですか ね、あの試合前のね、はい、あのお前さんと撮らせてもらってるやつね、はいはい、ホームゲームの時とか、はいはい、あれもまあ言ったら、うん、出てる人一緒やし、うん、喋ってる内容、まあ、多少野球の話触れるけどそんな変わらないじゃないですか、まあそうだね、何がこんなに差が出るんやろうと思ってなんででしょう ね、まあ、その時間帯にもよるのかもしれませんけどもね、だからこれほんま大体夜中、僕大体ドライビングバージョン上げるの一番最後なんですよね、そうですね、順番で言うたらね、はい、まあ、付録や思ってますから、うん、だからまあそういうのもあるのかもしれませんが、うん、にしてもね、かといってドライビングバージョンを先に上げるのはおかしい、たまに上げるんですけどね、ああまあまあありますよ、あるんですけども、でもそれが上げたからといって大きな改善って思われないですね、ことがありますので、うん、だからまあ皆さんがこういろいろあのドライビングバージョンいつも聞いていますっていう方が、うん、まあ、あのいらっしゃる中でね、うん、あのまあありがたいんですが、はい、うん、あのねえ難しいな、うん、難しい、だからまあまああの極論を言えば、はい、別にあのなんやろ、そのさっき亀井さんおっしゃったように、はい、別にええのよ、そうそう、別にいいんですよ、あの別にこう増やすために何かしようって気もないし、ないですないです、だからまあこのまま続けていったらいいのか、でもだからもうどこまで下がっていくかっていうのを、うん、楽しみにするのと、そうですね、それは一個持ってました、誰が最後まで残るかなみたいなね、はい、
それでええんちゃうの、うん、それはありなんですよね、うん、だからそういう社会実験をしたらええんちゃう社会実験あのそうかね、確かにね、まあ、YouTuber になりたい人って、はいはい、多分若い人特にめちゃくちゃ多いと思うんですよ。あーで多いのかな。 YouTuber になりたい人って、うんうん、多分再生回数を増やすためにはどうしたらいいんやろうっていうふうに、はいはいはい、考える方とか研究される方は多いと思うんですけど、じゃあ逆にこれはこれをすることによって再生回数は減っていくんやぞという媒体にしてもいいですよね、うん、逆に教科書みたいな。なるほど、はい、まあな、そういう、まあ、教科書にもなれへんと思うんですけどもねまあ再生回数を別にその何て言うのかな、減らすため の, あの番組なんか簡単に作れるんちゃうか。でも減らすのは簡単に減らせるでしょ。そうだろ、そうだ、ね、例えばね、うん、始まりました、ドライングバージョンでーす、はいはい、って言って、うん、お疲れ様でーすってバーンって8秒の動画作ったらね、うん、多分100再生もいかへんと思うんですよ。そうやな、聞いて損したみたいな。そうそうそう、見て損したみたいな、ね、はい、まあ、そんなん、それはダメやけど、はい、まあ、だからまあいいやん別に。だから社会実験やだから社会実験、ね、普通にこの我々が好きなようにやっていて、うん、で、まあ、こんな風にしたらどうですかというような声には全く耳を傾けず、うん、耳を貸さずに、はい、はい、こんなことやってくださいというようなリクエストにも全く答えずに、うん、我々が好きなことだけを喋っていくという点で、うん、その方式を貫いて、はい、どういう形になっていくのかという社会実験でいいんちゃう。そうですね、はい、じゃあちょっと目処決めましょう。何ヶ月後どうなってるのみたいな。そうやね、どうですか、1ヶ月後ぐらいします、はい、予想しましょう。まあそうやな。じゃあ直近で、うん、8月の終わり、8月、はい、はい、1ヶ月半少々ですね、はいはい、8月の終わりのこのカズチューブドライビングバージョンは、うん、大前さんの予想的にどうなってると思います、うん、その視聴回数とか、うん、このスタイルとか全て含めて、まあ、スタイルは変わってないでしょうね。スタイル変わってないですから。で、僕がこんな、まあ、変な、まあ、変なっていうか普通の何気ないテーマを出して、何気ないテーマ出して普通に喋って、まあ、それでいいんじゃないですか。で、10分ぐらいの動画を作って、はい、10分動画、今までと全く変わらないやり方をすることによってね、うん、何人ぐらいになるのか、うんうん、予想できへんけどね。予想難しいですね。いや、だからちょっとその数字が楽しみですね、うん、その数字がどうなってるのか、はい、下げ止まるのか、あね、またこっから V 字回復を見せるのか、あるいはそのままダラダラと下がり続ける一方なのかというところでの社会実験ですよ。多分再生回数の僕の予測でいくと、はい、下げ止まりにちょっと今近づいてるんじゃないかなと思うんですよね。なるほどね、うん、っていうのも絶対見てくださる方がいらっしゃるんですよ。どうやらコメントを拝見していると。ああ、そうね、そうなんです。多分その方たちも、はいはいはい、いつかは離れるとは思うんですけれどもだからそれは1ヶ月半後ではないと思うんですよ。多分いつかは離れると思うんです。いつか離れるんや。なんでいつか離れると。例えばその、はい、まあ、今こうやって毎日上げれてますけれどもね、はい、もうシーズンオフとかこうもしかしたら毎日上げれなくなる可能性もあるじゃないですか、はいはいはい、そういう時に一旦物理的に離れて、うん、で例えばこう2ヶ月ぶりのドライビングバージョンでーすってなった時に、もうあれええんちゃうかなってなる可能性もあると思うんですよ。今こう習慣的に見てらっしゃるから。ただね、はい、カズチューブの一つの括りで言うと、これ一コンテンツにしか過ぎないんですよね。あ、カズチューブは別の形でずっとやってるんで、カズチューブの大前さんの一人喋りとかは全然数も増えていってますし、実際。いやー、まあね、まあまあ頭打ちはあるね。あー、チームの成績にもよるしね。あ、まあまあそういうのありますよね、はい、だからまあでもね、オフになったら野球ないわけやから。そうなんですよ、企画ができるのに、まあ、いつもできるわけじゃないんでね、はい、はい、だからオフにどんなことしようかなって、まあ、それは今考えてるんですけど、また新しいことできるから、まあ、ドライビングバージョンがだからひょっとしたらなくなったら、まためっちゃ聞きたくなったらどうする確かに今ね、お前さんに、はい、カズラジってあるじゃった、ラジオトークのカズラジ、はい、あのカズラジってまだアカウント自体は生きてるじゃないですか。生きてるし、まだ聞こうと思って聞けるよ、その200何本まで。聞かれる方いらっしゃるんですかね。そう、どうやろうな。どうなんですかね。7世とかの回もあるもんね。ほとんど7世回でしたもんね。そうや、特に最後の方なんか。そうだから、うん、なんかポッドキャストって何？ポッドキャスト、いや、まあ、ラジオトークみたいな感じだと思うんですけど、ポッドキャストやってくださいみたいな、ラジオで。ああ、いや、でも、ポッドキャストやねんだけど、これでええやんか。うん、確かに。別にこれで、
よろしいんじゃないですかというところではあるんですね。まあ、察するにきっと何かを配信するサイトなんでしょうね。そう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 、だからそれだと別にこれでいい、配信してますやん、うん、でいいんで、はい、まあそういうことで、うん、まあこのスタイルは変えないということで、うん、まあ、ついてきてもいいよっていう人だけついてきてください、はい、ただこんな風にしたらどうですかとか、はい、こんな風にしてくださいっていうのには一切答えしません、答えしません、はい、それだけはご了承ください。できることとできないことがね、うん、車の中でですね、こうシートベルトに固定されてですね、はい、2人並んでてさらに真っ暗というね、かなり限られてくるので、不可能なことが多いですよね。まあそうね、ね、まあ、それと基本的に僕は天の弱なんで、ね、そう、こうしてください、愛してくださいって言われるのが、はい、とっても嫌いな人間なんでね僕。なるほどですね、はい、でもそれはもうお前さんカズラ時代から一貫して言われてますもんね。そうでしょ、僕それブレへんよね、いろんなこと、うん、一貫して言われてますね、はい、だから聞きましたもん、僕は天の弱なんで、はい、言葉を何回も聞きました。そうなんですよ、だからいいなと思っても、うん、うん、そんなことはきっとしませんなるほど、まあ、それはいいですよね、はい、だってそう言ってんねんもん、はい、そうなんですよ、だからそれだけはご了承いただければと思いますので、はい、また本当ついてきてもいいなと思う人だけ、うん、はい、聞いてくださいですね、はい。